機体オールグリーン発進する。悪しき心が形になったおぞましい呪いの歌、耳を塞げ。さもなければ全身の穴から魔女のカドゥンが入って心を影にするぞ。リオン、クォーターから発艦した機体を多数確認したわ。戦闘を開始する。戦闘を開始する。こちらは SMS フロント、スカル小隊長オズマリー少佐。ハーバマールに逆らう反逆者に通告する。直ちに降伏せよ。ハーバマールだって。何言ってんだよ隊長。なんだってハーバマールなんかに。お兄ちゃん、どうしちゃったの。報復の意志はないようだ。攻撃を開始する。お兄ちゃん。くそ、こっちの味方じゃねえのかよ。仕方ねえ、迎撃を開始するぞ。そんな、戦わないといけないんですか。歌のフォールドウェーブが SMS スカル小隊の機体に干渉している。こんなことが可能なの。この歌はシャロンアップルよ。人間の心そのものを支配する力を持った究極のバーチャルアイドル。俺とイーサンがこの世界にいて、ミュンが敵の手にあるなら、シャロンがいてもおかしくはない。気をつけて。彼女の歌は人々を洗脳する力があるわ。マクロスコーターのクルーはシャロンの手に落ちている。ミシェル、ルカ、クラン隊員、俺の声が聞こえないのか。まともな状態じゃない。アルト、今は戦闘に集中しろ。やるしかねえのか。これくらいは想定内だぜ。いい腕だな。やるしかねえのか。少し遊びが過ぎちまったか。なめてんじゃねえぞ。大丈夫ですか、リオ。何するんだ。何、ちょっとばかしマジや。大丈夫ですか、リオ。これ以上の戦闘は危険と判断。マクロスクォーターに帰還する。
俺の背中は任せたぜ。了解。これ以上の戦闘は危険と判断しました。マクロスクォーターに帰還します。撤退したのか。なんだ、いくらなんでも撤退が早すぎる。罠なのか。みんなリオン気をつけてください。マクロスクォーターが変形しつつ接近しています。おいおい冗談きついぜ。バルキリーでクォーター級とどうやり合えってんだ。さらにクォーター後方から高速で接近する機体を確認。まだ出てくるのか。イワナフ、ノーラ、リーナを傷つけることのないよう東堂司令からの厳命だ。分かってる。いちいち命令してんじゃないよ。行くぞノーラ、ひよっこどもの相手をしてやらないとな。この前の旧型に乗ってた奴らか。マクロスクォーターの連中だけでも厄介だったのに。あの機体はシン？シン？本当にシンなの？シンがあのようなカドンに取り込まれるなんて。さっきの奴らとは動きが違う。あいつらもしかして洗脳されてないのか。俺もここまでか。リオンは無茶しすぎなんだ。